の向こうは通り過ぎる今を鼻で笑った愛しい日々が無力さの名のもとどんぐりの背比べ相変わらず人見知りで尻持ち持ちつ持たれずでお互い様さ日が照ってきたからねまた明日愛くるしくてね当たり前って昨日で終わったあの日以降どこか遠くの時代に思えた原爆ドームの見方が変わった目に見えるものが全てでなくなり死の恐怖からおのずと目をそらしてただ立ちすくんで崩れてく原発を逃げもしないで見てるだけでね総理辞任する前に大声で逃げろって言ってくれ俺に力があったらね原発をコンクリートで固めてね原発ドームを作るよ歴史を全てそこに閉じ込めるよそれかね皆で荷物と思い出を詰め込んでロケットで宇宙に逃げるよでも俺には現実を見る力も大してなかったみたい鉛で隠した線量計見てみないふりしたモニタリングポスト車のナンバーにさえ感じた劣等感振り返ればね昨日がすぐそこまで来てる不適切って素敵ですよね本当のことを言えば罰せられる時代がすぐそこまで近づいてきてるよ表現の自由があるから今日まで生きてこれたけどねこのアルバム1枚切るために一体いくらかかるんでしょうそのために働かなきゃいけないんでしょそれはそれで楽しかったよ全て終わったら福島に帰る夢があったよ父は退職金で即のガソリンスタンド改装して息子の就職先にホットドッグショップを作ろうとしてたよ 3.11 全てを台無しにしてくれたね俺に力があったらね原発をコンクリートで固めてね原発ドームを作るよ歴史を全てそこに閉じ込めるよそれかねみんなで荷物と思い出を詰め込んでロケットで宇宙に逃げるよでも俺には現実を見る力も大してなかった